先週の管理のボール見て間違えた。シーチャーだっけ。まあいいや。え？まあいいや。今日の意気込みを聞かせてください。せっかく関西から来たので、まあ、そうですね、10位以内には入りたいと思います。ズバリライバルは、ライバル寺田君に勝ちます。ボード欲しいな。おはようございます。おはようございます。今日の意気込みを聞かせてください。今日の意気込みはとりあえず関西の中で一番になります。おお。ライバルは頑張りますよ。うちの後輩。今日の意気込みを聞かせてください。それはもうてっぺん取るしかないでしょ。確かにハンデゼロでてっぺん取ってこれることを期待してます。お願いします。ライバルは、いやもう国語ですから。今日は300出します。パーフェクト賞は5000円なので、はい、期待して、ぜひ出せるように。ライバルは、ライバルはあなたです。来い来い来い。サンドリアさん、頑張ってください。頑張ります。おはようございます。おはようございます。意気込みを聞かせ。やったぜ。今日はなんとか6位ぐらいに入りたいな。強い人いっぱいいるんで。ライバルは玉木です。あいつは、はい、まあ、前回はちょっと亀谷プロをぶっ潰すっていう偉業を成し遂げたんで、まあ、今回は楽しんで、まあ、ハンデも結構あるんでワンチャンを狙って頑張ります。ライバルは、ライバルは、今井のボケをぶち殺してやります。焼きを入れてやります。今日の意気込みを聞かせてください。今日の意気込みは1位狙います。1位。え、ダメですか。いや、いいです。ライバルは、ライバルはラッセンです。こちらは108円で、でもお腹にたまり美味しいです。今日はまず山田を倒します。おお、出た出た。前回僅差で微妙に負けたので、それがちょっと悔しかったんで、絶対山田を倒します。小田選手で1位は絶対に頑張りたいです。あおはようございます。おはようございます。今日の意気込みは、お金の無駄にならないように頑張ります。ライバルは、今井殺します。お名前を、岩田です。意気込みを、阿部180ぐらい目指して。ライバルは伊藤くんです。